はい、おはようございます。今日私の方からは一点発表させていただきたいと思います。環境の管理ですね。独立型ソーラー駐輪場システムの普及モデル事業についてであります。まあ、21世紀は言うまでもなく環境の正義、そして徳島県は環境省徳島を目指そうということでありますので、県民の皆様お一人お一人、また事業者の皆さんにもこうした意識を強く持っておられるんだ、徳島は環境に対してこうした意識が高い県なんだ、まあ、これを目指していこうということであります。まあ、そこで徳島県としても祖先炊飯頑張っていこう、しかも21世紀の光源 LED 世界最大の生産拠点と、これからは自動車が電池で走る時代、そのリチウムイオン電池、こちらも世界最大の生産拠点徳島にあるということでね、この2つを大いにこれからの環境先端産業、技術産業、それをリードしていく起爆剤にしていこうということであります。となってくると、この低炭素社会、地球温暖化対策に資する社会ということですけどね、徳島ならではのこの環境最先端の技術、これを全国はもとより世界にも発信をしていく必要があるんじゃないか。そうなれば各企業の皆さんがいろいろ考えていただく、また産学官連携で作っていったいろいろなシステムといったものの、そのテストベッド、いわゆる実証実験場として、徳島県庁をはじめ徳島県内、これを大いに開放していこうと、まあ、そうした意味で、まあ、今回この県庁の駐輪場、これを活用していただきまして、独立型のソーラー駐輪場システム、あるいは次世代のエネルギー活用システムと、まあ、この全国に先駆けた環境先端技術産業、その実証、またモデル事業といったものを実施に努めているところであります。そこで今もご紹介をしたこの県庁ですね、まあ、県庁の駐輪場を活用したこういうシステム、いわゆる駐輪場、そしてその上に太陽光パネル、そしてこの発電をしたものをリチウムイオン電池、これを蓄電池にしたものに蓄えまして、そして充電をして、この電動ハイブリッド自転車、これを動かしていこうと。またこのシステムの優れているところというのは、蓄電池として使ったこのリチウムイオン電池、これが平時は今言うように充電器として使うわけでありますが、いざ発災となった場合のこの充電システム、非常用電源としても活用が、持ち運びができる、まあ、こうした平時あるいは災害時ともに使える非常に優れものなんですね。そしてこれが世に問われたのが昨年の12月、全国でのこの環境の最先端の技術の見本市であるエコプロダクツ、東京ビッグサイトで行われましたが、ここでこのシステムは産業電機の皆さんのシステムでありますので、エコプロダクツ大賞をお取りになり、今は全国の地方公共団体をはじめ多くの地域でこれを実証としてもう実際に使っておられるということであります。であれば徳島としてテストベッド、この成果を上げていったわけでありますので、これを今度は県内に普及をしていこうと、このモデル事業について公募をさせていただきました。そしてこの度3つの団体3カ所にこれを設置をしようと。一つは上勝町 NPO 法人ゼロウエストアカデミーの皆さん、また神山町の株式会社神山温泉の皆さん、そして南町役場幸地所、この3団体、そして3カ所にこちらを設置をしていただこうということであります。もうそのシステムは今ご覧をいただいた通りであります。まあ、この太陽電池、ソーラーでまず発電をして、リチウムイオン電池の蓄電池で蓄え、そして10台の電動ハイブリッド自転車、これものすごく楽なんですよね、坂道でもスイスイとこう行くと、そして環境に大変優しい、まあ、いざ発災となれば非常用電源も使えるということで、この3団体の皆さん、まあ、観光地でもそれぐらいありますのでね、県内外の皆さんが訪れていただいた場合に、この電動ハイブリッド自転車を観光用に、エコ観光のもの、これを作ろうということでね、どんどんお貸しをされまして、そして多くの皆さんに徳島県が、またその地域がエコに対して高い意識を持つと同時に、新しいモデルのエコ観光を進めていこうと、まあ、こうした
地域であるまたエコ観光といったものを県内外の皆さんに体感をしていただく、まあ、いいきっかけ作りをしていただけるのではないかな、大きな期待を寄せさせていただいているところであります。まあ、こうしたことによって地球温暖化対策というとなんとなく遠い方が困る人もまだまだおられますんでね、そうじゃない身近なエコ活動のところからこれが低炭素社会を作り上げていくんだ、そして地球温暖化対策に正面から取り組むんだと、こうしたものを実感をしていただける、そうした場所が徳島県であるこう思っていただけると、この目的をすることができるんではないかと思っております。私の方からは以上です。よろしくお願いをいたします。で今の発表事項についての質問等は終わりでしょうか。よろしくお願いします。じゃあそれ以外についてちょっと多少私が話したりしてはいはいですか。これ以外の事務についてですと、あの高速道路の金額の話ですけど、いろいろ宣言とかですね、あるいは本市が割引とかさまざまな方が出てきたんですけども、まあ、それについてまず率直にですね、はい、まあ、その後の推移をご覧になってどのようにですか。まあ、もともとこの話っていうのは土日祝日1000円というね、まあ、ここからスタートをしたところでもありました。まあ、国策として3本橋を架けた、しかしこれを景気対策として他と同じように1000円でやってみようと、まあ、この時は確かに本州側で1000円、そして本市で1000円、合わせて2000円とね、この時にも最初は実は仕込みが入ったらまた1000円取られるという話があって、俺はおかしいじゃないかということを言ったところ、まあ本州側1000円、そして本州で1000円、合わせて2000円、あとは四国内につながっているが無料です、まあ、こういうお話で言ったんですね。まあ、こうした形で徳島のこの、あるいはこの四国の産業といったものが夢の架け橋に近づいていくんじゃないかな、まあ、大きな期待を寄せたところでもありました。そしてその後政権交代ということになって、この中では高速道路無料化っていうのがマニフェストに書かれてますね。しかしその中に括弧して例えば本市架橋を除くということは、ね、一切書かれてなかった。つまりとうとう本市架橋も全国と同じ扱いにしてくれるようになるんだな、まあ、そういう政権が誕生するんだな、まあ、こうしたことになったんですね。まあ、その後ですから私としてもぜひこの、まあ、無料化の良し悪しというのは確かにあるんですが、我々として悲願であった本市架橋ママコ扱いを全国同じ扱いにしてもらえるということについて、この高速道路の無料化、これは各メディアの皆さんからもね、賛成反対の白黒で問われた時に、全国3団体しかね、3人の知事しか賛成しなかったんですけど、その中に手を挙げさせていただきました。しかしその後財源の問題がこう出てきて、なかなか財源が思うように手当てができない、これは高速の無料化だけの話じゃなくて、ね、例えば子ども手当、これはもう典型的な話になりましたけどね、まあ、こうした中でパレッと先祖返りするようなね、国土交通省の政務参与という、まあ、大臣、副大臣、政務官、まあ、メンバーもそれぞれ変わられたわけですけどね、いや過去の経緯がありますとかいう話があって、無料化の対象とかも外されましたよね。また公共交通機関の影響、これは確かにある部分がある。で我々はそこはぜひ国策として高速道路を1000円にしたり無料化にするんだったら、競合する公共交通機関に対しても国策として手当をぜひしてもらいたい、でその実証がなかなか難しいというのであれば、じゃあ我々が逆にこれから地域主権の時代でもありますので、ね、率先垂範して、じゃあ社会実験やってみましょうと、南海フェリーに対して和歌山県と徳島県で手を組んで、そしてこの土日祝日1000円にちゃんと合う形、まあ、平等にということでイコールフッティングなんてよく言うんですけどね、行政もね、まあ、これで実は9300円のものを1000円にさせていただいて、今度は逆にフェリーの方にたくさん乗るという成果も出たと。つまり同じ対等の条件にしていけばフェリーにたくさん乗る、場合によっては JR も乗るんじゃないかと、まあ、そういう可能性をね、国にお示しをし、そして前原当時の大臣、国土交通大臣の方にもその成果をお示しをしたんですね。しかしその後今度4月に入りまして、4月の9日ね、新しい料金制度を作るんだということで法律を国に出す時の発表、なんと驚いたのは
全国、まあ、例えば普通車2000円、あるいは軽自動車1000円、またトラック5000円という中でね、そう、もしかも同じ値段だったと思ったら、なんとおもちゃ別料金です。さらにしかも高いのね、これがね、もう何倍にもするということで、軽自動車2000円プラスというか3000円、3倍、普通車は3000円これまた乗せるということで、2000円とです5000円で、トラックは5000円にまた5000円で1万円倍だ。いや、まあこれはもうたまらないなということで、4月の9日の日にこれはおかしいと、こんな制度だったらやめてしまえと、まあ、ちょっと乱暴な言葉でしたけどね、まあ、少し言わせていただきました。そしてこの4月の9日がキックオフとなり、最初は四国4県だけの問題ではないかと、これはマスメディアの皆さんも同様にね、四国ローカルの話だから、まあそれは本市だけが、今までの経緯があったよ、たくさんお金かけて本州四国に3本も橋かけたんだからしょうがないんじゃないかと、でも最初はそんな論調が多かったんですが、その後対岸の兵庫県の皆さん、あるいはこの本市華僑に出資をしている、これは四国4県、そして岡山広島、さらには近畿の大阪兵庫、さらにそこの政令指定都市である大阪市神戸市、これを合わせて10府県市っていうんですけどね、徳島県でも今までなんと昭和45年から今年度までで488億円、そして23年度末までで514億円出資をする。高速道路を作るときっていうのは全国これは一律の基盤ということで地方負担しないんですね。もちろん首都高とか藩校っていうね、ここはちょっと別の扱いにしてるんですけど、なのにこの本市華僑だけは10府県市がお金を出してる。徳島県も488億円も出した上にものすごい高い料金、これは建設経費が高かった。でもそれを言うんだったら三大都市圏の高速道路も高かったし、あるいは関門海峡とか関門ね、トンネルとかね、ああいうとこも高かったわけですよね。だからそれと本来は一律にすべきではないか、この主張をどんどん繰り広げさせていただいたところ、だいぶ理解をしていただく人が増えてきて、12月の1日発足をした関西広域連合、都道府県の枠を超えるね、日本で初めての組織が出来上がって、その1号の決議の中にちょうど神戸淡路鳴門ルートっていうのは関西広域連合、徳島をはじめとする2府5県のエリア内の道路なんですね。このエリア内一体として広域行政、観光にしても産業振興にしても医療にしても、また防災対策に対してもしていこう、唯一の道路なんですね。無料の他の一般の高速道路がないわけですから、これは当然全国一律の統一料金にすべきだという、こういう決議を、まあ、徳島から言わせていただいて出来上がったということですね。まあ、こういう形で当初は徳島が声を上げ、四国4県、そして10府県市、さらには関西広域連合と、その味方のエリアがとうとう15府県に政令市にまで及ぶということになったんですね。まあ、最終的には近畿の知事会、ブロック知事会もこれは当然のことだということになったということですが、まあ、今ご質問があったようにいろいろな数字が出てくるね。まあ、この法案は臨時国会が終わって廃案になった、そして新たな料金として出てきたものが今度は、まあ、3000円に普通車するんだ、他は全国平日2000円ね、またこれはまたこれおかしいじゃないか、また引き続きこう言ってたら、いやいや2000円で同じにしますとか、いや場合によっては乗り継ぎ割引で1000円にします。いやでも我々が求めてるのは条件闘争してるわけではなくて、あくまでも我々過去高速道路は無料でどこの地域も作られたのに出資莫大なお金を負担をして作ってもらったものであるだけに、もう全国一律にしてくださいということだけを我々は求めている。何も無理を求めているわけではない。どうしてそこが分かってくれないのかなと。いやお金がお金がとかね、先祖返りをしてまた過去に莫大なお金がかかったから、それ全部前提で分かっている上で、これは自公政権の時もあるいは今の民主党の政権の時にも一律でやっていこうというか、ね、方向がだんだん出てきているわけですから、まあ、ぜひこれはもう我々としてどういう結果になってもこれは求め続けると。そしてそれも実現してもらえなかったら、これから平成24年からこれ受付園みんな言ってるんですけどね、だから出資はできませんよって、これ何の無理があるのかと、ママ子扱いにされた上にまた負担もせえって、これないでしょって、これはもう徳島の県民の皆さん
この間ね、これはみんなの諸県一致の会議もさせていただいて、その代表の皆さんとともに民主党、あるいは今度は馬淵大臣ですけどね、国土交通大臣直接の話を申し上げたと思うんですけどね、まあ、そうした気持ちをとにかく組んでもらう、まあ、それを求めていくしかないということですね。少し過去の経験解き起こしましたけどね、今後もその、まあ、一律を求め続けていくとなりますけども、ただあのこれまで見てても、まあ、まず県で要請されて、でそのだんだんこう、四国要請とか岐阜県とか小池県もだんだんあと挙県にしてから広げていって、まあ、まだなかなか実現できてないとなると、じゃあ次にこうもし訴えていくとするとどういう、こう方法が考えられるかというと、私はなかなか思い浮かばないんですけれども、やはり同じ格差をつけられて、実はこの中にも格差って今まであったんですね。確かに莫大なお金がかかったところについて全国一律にするのはいかがなものかというのがありましたので、本市華僑あるいは三大都市圏のいわゆるネクストの高速道路、また首都高阪神高速道路、まあ、一般にはこれ国土交通省は別会社がそれぞれの会社でやって経緯があるからとこういうね、それと莫大なお金がかかったんだ作るとまあ、こういう人もルールがあるんですよね。そうしたところとやはり手を結んでいく。現に阪神阪神高速の部分についてはこれが広域連合、関西広域連合のエリア内の道路、あるいは近畿ブロック知事会議のエリア内道路ということもありますので、ここは今回の本市華僑と同じ提言をさせていただいているんですね。また京阪神のネクスコの道路ですよね、ここも三大都市圏が高い、まあ、こういうところも同じように手を結んでやると、まあ、そういう形で世に見方を広げて四国ローカルの問題ではなくて、やはり制度として変えていくべきだ、また100年に一度の経済危機という中で今までと同じことをやっていたらね、この厳しい局面乗り越えれるわけではないんだから、今までの経緯は経緯として、じゃあこういうふうにして変えていこう、新しいやはり着眼点に立って、そしてこの厳しい局面、なんせ過去に例のない厳しい話なんですから、それを乗り越えるんだ、新しい行政手法といったものをこれがやはり打ち立てていかないことには、なかなかこの厳しい局面から抜けることができない。もっと言うと新年、これはまあ江戸にも出てるわけですけどね、まあ、狩野町のうさぎの年っていうのは大変な年だと、60年前これ5行と12日ですか、かけると60年に1回同じものがあった、朝鮮動乱が起こった年っていうことで、またその時にどうも危ないじゃないですか、また韓国と中国もぶつかりましたしね、まあ、そういう厳しい時に過去がどうとかっていうよりも過去のことに学びながら、しかし新しい今21世紀型の行政手法、これを取っていかないことにはこれは全く局面の打開は難しい。徳島としては常にそうした点を発信する、過去の経緯はもとより、そこから解き起こしてそれぞれの政権の言っている主張を前にですね、でそれに対して現状打開どうしていくのか、この提言はもうどんどん続けていく、そしてその仲間を地方はもとより国の中にも作っていく、場合によってはそれを海外にこれから求めるというのも年が明けると出てくるかもしれないですね。日本は外圧に弱いってね、昔言われましたからね、逆にそれを使うということもまた逆に、あ、まあ、これは手をつないでいくということですけど、戦うということであるので、まあ、こういう形で、まあ、最終的にどうなるのかまだ正式な話には、ね、聞こえてませんので、マスコミの皆さんもおそらく一体どれが本当なのかなというのが分かられてないと思いますので、ね、まあ、そうしても我々もアンテナを高くしながら、しかしこの主張は曲げない、やはり言い続けていく、本市華僑ママ子扱いではなくて、やはり全国の統一料金にして平成の第一関所からやはり夢の架け橋にすることが四国四県だけじゃないですよと、今ではとうとう15府県市、それからまあ政令市、そうした皆さんの賛同まで得るようになったわけですからね、それをやはり言い続けていく、そしてその先にはとにかく実現をしていくんだと、まあ、こうした点をこれからも繰り返して、すみません、その高速道路の関係をですね、知事のコロナ何度もなっていたようなことで、地域に延長出向が出れないよということなんですけど、実際問題としてその、11年度が確か21億という
12年度の、まあ、23年度と、まあ、20年度残りあるんですが、これについては、どのようにお考えでしょうか。まあ、ここのところはね、確かにまあルールからいくと、まあ、過去もお約束をして、そして今の料金体系で、今はもっともっと安い料金になってるんですよね、まあ、これを実現をしてもらっているということになると、まあ、通例からいくとね、これはまあ過去の約束であるわけなんで、まあ、ここについては、まあ、その514億まで、今488ですからね、あとの26億、まあ、これはお支払いをするということにはなるわけですが、しかし、まあ、今後の展開としてね、そこがどうなっていくのか、まあ、もちろんその将来24年以降の追加出資、これは重複返し足並み揃えてこれは払えということを申し上げているわけですのでね、まあ、そうしたものをこれらの皆さんともに同じ条件になってますから、まあ、どうしていくのかというのは当然考えていかないといけないということだと思うんですね。確かに約束は約束なんだけど、これがやっぱりね、ちゃんとやってもらわないと、これは関西広域連合にしても、あるいは近畿ブロック知事が四国の知事会でも、やっぱり対抗措置をね、持たなければいけない。まあ、国と地方が対立をするっていうのは今の時代、決してよくはないです。まあ、きっちりと主張すべきものはする。そして、国がちゃんと我々の主張に、我々言ってることは無理難題ならこれしょうがないけど、これはもう皆さんが理解していただけるものではない。なぜそこに対してどういう対抗手段を持ち得るのか。まあ、こうしたものはしっかりと原点に立ち返って考えていく必要がある。もう一個、話を変わるんですが、先週にその政府の地域試験戦略会議が開かれまして、はい、橋本大阪府知事が、はい、この広域連合を代表して、まあ、広域連合が丸ごと批判してほしいという主張をされまして、で政府側はその、まあ、試験会議の中に広域連合と協議する窓口を設けようという話になったかと思うんですが、その一方でその地域試験改革の関連法案が、まあ、ちょっと先送りと、でハローワークの移管についてもちょっと見送りというふうに、ちょっと、まあ、政府の対応としては後退したというふうにも、まあ、考えられると思うんですが、そこのあたりにご所見をいただきたいんですが、はい、まずこれは全国知事会議あるいは地方6団体を挙げてね、この地域主権関連3法案というね、まあ、一番我々求めてたのは国と地方の距離とかね、法制化、まあ、こうした点についてしっかりとやってほしいと。しかしここの点については臨時国会、先の国会でうまくいかなくて、そして結局継続ということになったんですね。しかしその中で逆にこの自民党をはじめとする野党の皆さんもね、いや例えばその名前を、ね、変えたらどうするんだとか、まあ、こういう話も実はあって、どうして挙げてこんかったかなという意見もこれ出てて、まあ与野党ともにこの法律を通すという、まあ、一部修正は当然あり得るんでしょうけど、どうも合意ができてたようなんですよね。それだけにやはりやりきってくれなかった点についてはもう全国知事会長からもコメントが出ているように本当に残念だと、まあ、場合によっては失望しているというところまで実は出たんですね。でこれは先の総理主催の全国知事会長の場でも話が出ていたところで、まあ、その点からするとやっぱりこの3法案きっちりと、まあ、どういう名前がどうなるか別として我々としては実態がちゃんと出来上がればいいわけですから、これをまずきっちりと仕上げてもらう、それが一丁目一番地で現政権は言われたんでないの地域試験をといったところですね。ここは今度は通常国会に場所が移されるわけですから、ぜひ議論一番にねこれを通してもらいたいなというふうに思います。そうすると今質問のね前にあった高速道路料金の話とか、あるいは子ども手当の話とか、いろいろな制度で国と地方がガチャンとぶつかっている点についてもスムーズにね、やはり開かれた場でお互いの主張を言って、で第三者的にこれは国民の皆さん、第三者って一番影響あるのは国民の皆さん、国民の皆さん、これはマスコミの皆さんを通じてその意見を聞くこともできるし、逆に発信することもできるわけなんで、もう分かりやすいんじゃないかなと思う。なんとなくブラックボックスの中で勝手に案が出来上がってきて、いやこれしゃあないんです、これは認めてください、もうこれは勘弁してもらいたい、高速道路の料金がいいね、子供とやってもそうということで、まずこの3本はきっちりと仕上げてもらうというのが一つ。それからハローワークね、
この点はもう全国知事会議一律でこれはもうぜひいかんだということを言ってるのに、これは難しい、できないということを言われた。まさにこれは我々シャレじゃないけどいかんよね。でこれはまあ橋本大阪の知事がね、関西国技連合これを代表して、まあ、委員長として言ってくれたわけなんですけど、もう一つは丸ごといかん、まあ、ここについてはある程度賛同が得れてるようなんで、まあ、前総務大臣が言われた例えば近畿ブロックの2府4県のエリアであれば奈良県が抜けてるからどうとかいう話ではなくて、やはり受け皿がないではないかということに対して関西広域連合という都道府県域を超えるちゃんと受け皿を国が言う通りに用意したんだから、あとはそれに対してじゃあどうやったら移管ができるかということを国が考えている。もう既に玉は国が持っていると我々は思っている。ですからここについては、まあ、その方向でという回答が出ていますので、まあ、ぜひ実現をしてもらいたい、まあ、それが国におけるこの地域主権に対しての本気度を示すバロメーターになると言っても過言ではないと思っていますので、まあ、ぜひそのようになってもらいたいと、まあ、我々関西広域連合としてはそれを地位と求めたいということに。そうだけど、まあ、今の知事も奈良県まあ、逆に言ったら徳島はその、まああのまあ近畿、まあ、地方整備局であれば、こういう近畿取り出先機関の枠外れても四国、中四国と思うんですけど、はい、そこらもやっぱり、あのやっぱり国がやっぱり、うん、どうやったらできるのかっていうのを考えるべきだというふうに考えでしょう。そう、つまり国が言っていたのは、まあ、もちろん今のは地方整備局、国土交通省の出先機関なんでね、今そういうエリアなんだけど、例えば農林水産省の中四国農政局の名前の通りね、これは四国だけじゃないよね、中四国9県のブロックとか、実は国の出先機関も省によってバラバラなのね、エリアが。だからそうしたことを考えると都道府県域を超えるそういう受け皿がないんで無理と、本当は移したとこういう話だったでしょ。その受け皿ができて、しかもこれはその旧ブロックとかいうことではなくて、そういう広いエリア、しかもまだ広がりも十分に可能なエリアなわけですから、じゃあ例えば地方整備局で近畿地方整備局、これは2府4県エリアにしている近畿のね、でそこで奈良が抜けた部分に対してはこうやったらできるよね、我々はじゃあ関西広域連合と奈良県とで連携をする組織をその受け皿として作るから、じゃあそこへどうぞということも提案してるわけやって、まあ、これに対してきっちりと国がじゃあこういうふうにするとスムーズにいきますね。でこれが出来上がると、つまり6つの中から1つ欠けていることができるということは、今度は4つの中で1つだけあるという、例えば徳島のような、あるいは鳥取は5つの中で1つだけっていうことね、これについて次の答えが出てくるということですね。もう今までは0か1だったものがもう1の世界に入ってきたんだから、それが 0.25 なのか 0.2 なのか、あるいは、ね、6分の5なのか、まあ、そこの差だけですからね、もうここはもう全然ハードルが違うと思うので、まずこの近畿の部分でどうしていくのか、これをしっかりと示して、じゃあそれを応用して四国で、あるいは中国ではこうしたものが可能だとなると、今度は例えば今九州が熱くなってますよね、また関東が熱くなっている、こうしたところに対しても答えが、例えば九州の場合でも実は今までは九州知事会議っていうのは沖縄、さらには山口県が入った。しかし今回は九州何出すかと、沖縄を外してね、山口もどうぞ中国お戻りください言って、いわゆるあの九州島のね、あそこだけを対象にということですから、今までのまたエリアとはちょっと違うわけなんでね、つまり今回の関西広域連合で答えが出ればあそこも十分答えて、また関東もこれ各省によって全くバラバラなんだね、まあ、こうした形が出てくるということなんで、次に続く皆さんにとっての希望がまさに関西広域連合でどういう国からの移管ができるのか、そこにかかってくる、まさに国の本気度が試される。これは地域主権であろうと地方分権であろうとね、目指す方向は一緒なわけだから、それは与野党ともにね、これはぜひ実現をしてもらいたい。こうか、あの高速道路のさっきの話の続きなんですけど、国の方の需要としたら、あの財源が減る、あの過去の建設費が高くいったという、その財政収入面での不安をやっぱり一番言ってるわけですか。いや、過去の経緯だけ、うん、いうのはね、これは、
前原大臣の時はあんまり言わなかったんですけど、馬淵大臣はこの間行った時にはそれを言われたですね。というのは彼の場合には副大臣時代になんとかそれをね、理不尽な部分は直していくっていう、そうした考えを持ってた。実は馬淵副大臣も同じだったんです。ところが今度は大臣になられた時に、まあ、当然いろいろレクチャーを受けますよね。で、財源の点と過去のその債務をどうしていくのか、まあ、一旦はこれ切り離して一部切り離す部分があるんですけどね、まあ、そうしたことをやっぱりいろいろレクチャーを受けてしまうとスポーンといかない部分が出るんですよね。でもこれは党のマニフェストとして言ってるわけでしょ。で、全国一律というよりも同じ扱いをしようと、無料化の時に。だからそうした精神をやはりこれは期待をさせたところにはきっちりと実現をしていかないと、やっぱり言ったことをみんな今度は信用してくれなくなっちゃうんですね。いや最後になったらまたこう違う方向行っちゃうんじゃないかなとかね、いうことになるからね。やはり過去の経緯、ここのところを言う。でもこれは昔から変わらないわけだから、それをしかし自公政権の時に一歩踏み出したでしょ。で、民主党がさらにそれの上行くんだということで出してきたわけだから、当然これはもう過去との決別という、まあ、もちろんその財源どうしていくのかということはあるわけですけど、場合によってはそれによって通行台数が増えてくると、現に土日祝日制限にしてどれだけ四国に入り込みが入ったかね、まあ、こうした点でも分かるわけですから、そうしたものをじっくり見て、そしてまた考えていく。まずはやってみる。ここがやっぱり政治としては必要ね。言ったことはやるんだって。で、その結果もしこんな不都合があるということであれば、そこは修正をしていけばいいんで、最初からこんな問題があるとそれ分かってたでしょって、ね、そこがやはり政治不信ということをね、国民に抱かせてしまうということになるので、まずは言ったことはやる。これはね、もちろん事情の変更はあるんで、そこについてはいろいろ説明はあるんだろうけど、過去のことでということは、これ事情の変更長いんでね。過去の経緯というのは、この4月に前原さんが打ち出した時の経緯ということ、それも建設時の経緯。建設時のそう、うん、もちろん前原前大臣が言った時のものは、法案が廃案になった時点でこれはもうなくなったわけだから、そうではないですね。過去の経緯と言っているのは、あくまでも本市華僑を作った時に莫大なお金がかかって、この債務は別管理をして、本市華僑の会社っていうものをあえて、例えばネクスコの西日本だとか中部だとか、こういうところにくっつけませんでしたっていうことを言ってるんですね。だからこれは四国の皆さん、あるいは対岸の受付県市の皆さんで、やはり国に協力をして、まあ、正確に言うと国内に地方が1なんですけどね、これでやはりお金を出して少しでも料金を下げましょうと、このルールを守ってほしいと、こういうのが過去のということで言ったら、その通行料金をどうするかによって通行台数がどうなって、本市公団に入る収入がどうなるかというシミュレーションとかは持ち合わせてなくて、本市とネクストとの格差をつけることが国としての譲れない目的となっているような感じとかあるんですか。そうですね、うん、で今回もう一つ問題になってくるのはね、三大都市圏のネクスト、ここも当然用地費高いわけですから、まあ、土日祝日1000円エリアから少し外したわけね。ところがどうも今いろいろ漏れ聞こえてるんだと、そういうところも一緒にするっていうのが今度はね、うん、で昔は本関門橋もそうだったね。あそこしかし関門橋と関門トンネルって一般道もちゃんとあって、まあ、もちろん有料だったんだけど、まあ、一応代替手段があるにもかかわらず今回全部一緒にしちゃったでしょ。ということは本州と九州との間っていうのは同じにしちゃいます。じゃあなんで四国と本州は、あとその値段のどのくらいかかったかっていうことと、だいぶ長い前からもちろん関門トンネル関門橋の方が昔ですからね、そこだけの問題なのね。さっきのまさに広域連合の話とよく似ていて、丸ごと言ったのね。もう受け皿が出来上がったらあとはいいですよということと同じ話、もう全部一律するっていうか、この無料化にしてもそうだし、土日祝日制にしてもそうだし、今までと違う形を作って、そしてこの100年以上の経済危機、ここから脱しようじゃないかと、この新しい目的ができてるわけだから、やっぱりそれを実現をするためにはね、過去のそこはとりあえず置いといて、それで対応して、そして利用をどんどん増やして、そして上がった収入でもって対応しよう。あ、こんなにお金入るんだ、値段を同じにすればということを、ね、やっぱりやってもらいたいなと思います。でやってみたけどなかなかやっぱり厳しいよだったら、またある程度じゃあ半分に戻すのはどうだっていうのはあるでしょうね。やる前から過去の経緯がありますっていうんだったら、何をそういうことを当初から言わなきゃいいわけね。
それは差をつけることによって、差をつけないと四国以外の他の国民感情は納得いかないみたいな面もひょっとしたらあったりしてるんですか。その話は出ないですね、うん、つまりみんな国民の皆さんもそこを同じになれば、じゃあ今まで四国を敬遠してたけどより身近に感じていこうじゃないか、まさに関西小池でもそういうことね、京都大阪あるいは神戸ね、そして徳島のところ一つのラインになってくる。いや、なんでいけないのよって、なんで高いのよって話、今度は逆になるということです。だから関西教育連合の面々、岐阜5県の知事たちもまず一番の議決としてこの本市家庭を、ね、同じにするんだと、特に神戸相手になるとこれはまさにもう当然のことなんだ、ね、いけないところなんだから。追加出資についての考え方で、ええ、これ今のまあそのまあ、別料金化ということで他と差がついているからということで、まあ、それに応じられないというところもあると思うんですけども、これ例えば全国一律料金になった場合にですね、追加出資に対する考え方というのはどうなんですか。やはりここのところは次の段階になるので、ね、まあ、あくまでも家庭の話になるので、あんまり言ってしまうと今度我々の手の内を国にさらけ出してしまうからね、ここは、まあ、あまり言い過ぎちゃってもまずい部分はあるんだけど、物事の考え方として今まで莫大なお金、確かにお金が本仕掛けを作るのにはかかりましたと、で料金これを全部料金回収するのとこんなに高くなります、でそれだと非現実的なんで国と地方でお互い出資をして、で料金をある程度下げましょう、ここまではまあいいわけね。でこれに対して我々としては平成23年度末、まあ、一部残が20億残りますけど、これらをお支払いしよう、徳島は514億円、もう488億円払いましたけどね、しかしその後またね続けてくれということに対しては一体何のために、ね、新しく何か作るわけではないわけだから、まあ、ここについては受付研修も、まあ、言われのない負担なんだというよりも他の地域負担してないじゃないって、その原点にやっぱり立ち返ろうよと、ここまでやってきて、まあ、この追加っていう言葉が良くないよね、一旦決めたじゃないか、なんでこれが、それは料金高すぎて思うように通行台数が増えなかったってことなんよね。だからこれは損益分岐っていうよくやるじゃない、どのくらいの値段にしたら、もちろん値段が高ければ使う人は少なくなるわけだから、値段が安くなったら増えてくると、でどこが一番限界効用っていうかね、利益が上がるのか売上が上がるのか、そこをもうちょっとシミュレーションしないかはね、で今まではとにかく高すぎたわけで、土日祝日制にしたらあんだけ増えるわけだ、じゃあ1000円、まあ、2000円がいいのかなとか、場合ではその全国一律ね、3000円するって言ったらあるわけでしょ。それで需要喚起をして、でそれを全部当てていけばいいわけよね。それぞれ三大都市圏もそうだし、本市家庭もそうだし。だそういう工夫をね、ぜひやるべきではない。最初から本市家庭だけ切り離して考える必要はないじゃないかということを主張しているので、これからのまた追加出資っていうね、これに対して全国一律になったから出すんだとか、そういうことよりも、まずは全国一律にして、しかしなかなかうまくいかない部分もあって、やっぱり本社も少し負担がいるんだ、それがその時の新たな展開であって、決して追加出資じゃないと思う。どうも今の国土交通省の持っていき方、例えば今回の案にしても、いきなり本市だけ別料金って出たじゃない。3000円とか、他のことは全部2000円。次はなんかその、乗ったら、割引しますと、最初は割増と出たのかな、最初は割増と出ました2000円、でそのおかしいって、今度はじゃあ乗り継ぎ割引で1000円とかね、なんかよくわからないよね、全国一律にしますと言った上でね、さあ次どうするのか、実はそういうことだね、ということで若干手の内も少し見えたよあんまり言ってしまうタイプなんです。物の考え方、それは県民の皆さん、あるいは四国の皆さんに知っていただきたい。そうなるとやはり、まあ、最近伊勢早川とかですね、で法人で被災というリーダーシップを演出を活躍している総理に対してもう少し指導を発揮してほしいと。いや、もうそれも当然のことというのは、前のね、鳩山総理は当時、鳩山総理の普天間問題で知事から聞きたいって、あの時に、地区振興の課題もいいですよということなんで、で、一発目に私が手を挙げて、実は本市の話を言いましたよね。あの時はもうこれ理不尽だと思うと、堂々と政府の
閣僚たち、あるいは全国の知事の前で実は総理が発言してる。でこれは総理が変われども、本来は政権が変わってないんであれば引き継がれるのが普通じゃないですか。あるいはその後の党首選挙の時に本市閣僚は別料金にするんですって言っとけば別ですよ、菅さんが。まあ、そんなの自分はなかったでしょ。そんなこと菅さんの総理になりました。で、全国、これは政府主催の全国知事会議の場で、私は菅さんちょっと言いましたね、この話。ところがあの時はまあ私の言った点だけじゃなくて、他の知事から言った点もほとんどが回答が実はなかった。でそれはその後にすぐ予算委員会が控えているというのを理由に、これ出ましたので、ね、ただそんなに。ですから、実はもう菅さんには直接申し上げてる、総理には。だからそれに対して、本当はちゃんと卵を返してもらいたいなと、その政府主催の全国知事会議の場で、総理に直接言ってるわけです。陳情でもなんでもないわけです、これは。だから逆に言うと我々としては玉は感想量を持っているでしょうというふうに思っています。しかも立山前総理からの引き継ぎもあるでしょうからね。よろしいでしょうか。はい、よろしいですか。